こんにちは、CR25 の森久保です。今回はですね、新企画いきたいと思います。あの人の Amazon 購入履歴。なんと今回ですね、マコナリ社長の Amazon 購入履歴を覗き見していきたいと思います。実はですね、秘書の方から購入履歴をいただいてまして、そちらをもとに今からご本人に突撃インタビューしていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、それではマコナリ社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回ですね、秘書の方からマコさんのAmazon 購入履歴をいただいてまして、お個人的に結構意外なものというか衝撃なものみたいなのが含まれてたので、マコナリ社長に突撃インタビューさせていただければと思っております。どうやってちょっと ID パスワードを入手したかが気になって仕方がないんで、ちょっと後で詰めますじゃあ、10点ほどですね、はい、履歴をいただいてるのでざっと見ていってもいいですか。はい、大丈夫です。こんな感じでですね、いただいてるんですけど、ちょっとこれ一番上、サントリー山崎、結構意外だったんですけど、マコナリ社長ってお酒飲まれるんですか？飲みますよ。だいぶ減ってきましたけど、これは父の誕生日に送ったんですよ。いつも何も送らないんですけど、今回はちょっと奮発して、これ山崎18年、10万円以上するんですけど。そうですよね。こういうのをやったことなかったんですよ、ほとんど。めっちゃ喜んでもらえて、2週間ぐらいで飲み切ってましたね、一人で。めちゃくちゃいい話じゃないですか。山崎12年の方は自分用です。結構じゃあウイスキー飲まれるってことですか？そうですね、ウイスキーって酒強いやつが飲むものみたいなイメージあるんですけど、結構勘違いで、本当のウイスキーってゆっくり飲むんですよ。ちょっと舌を湿らせるぐらいをちょこちょこ30分ぐらいかけて飲むんで、人にはもちろんよるんですけど、多分ビールとかよりもよっぽど酔わないですよ。ある程度の値段のウイスキーだとそんなになんかガバガバ飲みたくなくなるし、ちょこちょこ飲むとペースダウンにもなってアルコールの摂取量も減って楽しめるし、すごいいいと思ってるんですよね。あとは蒸留酒なんで不純物とか少なくて二日酔いにもなりにくい。ワインとかビールの方が残りやすいと思いますよ。意外とじゃあウイスキーって結構とっつきやすいというか、極めて初心者向けだと思いますけどね。結構お酒多いなと思って、このバキュバンっていうのが、これ調べたらワインをこう開けて酸化を防ぐアイテムっていうことですか？そうですね、それめっちゃいいんですよ。僕そんなお酒強くないんで、普通に飲んだらもうグラス一杯で十分なんですよ。でもなんか酸化しちゃうんで空気を抜くっていう作業が必要で、普通の空気を抜く道具っていっぱいあるんですけど、以前使ってたものが空気入れみたいにコシコシコするんですけど、どこまで抜けてるかが分かんないんですよ。だから僕永遠やってるんですよね、ずっとコシコシコっつって空気まだかなっつってちょっとなんか非効率じゃないですかそれ。そうなんですよ。でもこのアイテムいいんですよ。空気がもう十分に抜けたよってタイミングでポンって音がするんですよ。だから僕が一生シコシコする必要がなくなったんですよそういう意味ではすごい良かったんじゃないかなと思ってますね。このレモンサワーも意外だなって思って、これめちゃくちゃ流行ってるじゃないですか。これ R25 さんで紹介してたんで買ったんですよ。そうなんですか？そうですよ。ありがとうございます。まず前提として僕お酒飲む量を減らしていってるんですよ、どんどん。やっぱリフレッシュしたいみたいな時あるじゃないですか。そういう時にノンアルってすごい良くて、このプレミアムアルコールフリー代用品としてはすごいレベル高いなと思ってますね。なんか意外だったのが、マコナリ社長もちょっとお酒飲んでリフレッシュしたい時とかあるんですね。リフレッシュしまくりですよ、もう家に帰ったら。例えばこういうノンアルとかお酒を開けてネットフリックス見てみたいな感じなんですか、ご自宅では？それ僕の毎日ですねめちゃくちゃ意外なんですけど、 YouTube 拝見してる限りではもう家帰ったらすぐお風呂入って一番いい時間に早寝してみたいな感じの印象だったんですけど、1時間ちょいはやっぱ余暇時間あるんで、そこ何見てるかっていうとアニメ見たりとかドラマ見たりとか。お酒は翌日に残ることもありますし、健康的なところも飲みすぎるとあんまり良くないってことで減らしてらっしゃるって感じなんですか？そうですね、寝る2時間前からはアルコール取らない、睡眠の質を上げたいし、だんだんやっぱ寝るのが下手になってきてるんですよね。昔はもっとストンって落ちて深く眠って4時間半ぐらいでもうバチッと起きれたんですけど、ちゃんとコンディション整えて寝ないといい睡眠取れなくなってきたんで、大事にしてますね、寝る前の準備。購入履歴見ていくと、このラー油とかも買ってて、フルーツガーデンのラー油ですよね。これ本当に人生観が変わるラー油なんですよ。これを勧めて食べた人で美味しくないって言った人見たことない。みんな大感動します。普通のラー油と全然違うんですか？ラー油ってジャンルじゃないんですよ。薬膳島ラー油かそれ以外かこれ本当に美味しいんで、特に辛いものが好きで、あと山椒のしびれる感じとか好きだったらこれ絶対買った方がいいです。マコさん何にかけられたりしてるんですか？全てですね。特におすすめなのは汁物ですね。スープ系マジでやばいです。ウーバーイーツでちょこっとなんかついてきたお味噌汁に入れてみたんですよ。急にただの味噌汁が激うまマーラースープに生まれ変わったんですよ。そんなぐらいの感動を覚える島ラー油、ぜひ一回
辛いもの好きな人は食べてみてほしいですね。なんかこの下にあるのがなめらかパフみたいなクッションなんですけど、これちょっとまこさん疲れてるんじゃないですかと思って。モフワシリーズは結構推してるんですけど、タオルケットみたいなやつとか毛布とかいろいろ出てるんですけど、それのクッションバージョンがあるんですよ。普通のクッションと全く違います。肌触りが、外に出して30分放置した雪見大福みたいな。なんとなく分かりました。ほぼ液体、しっとりしてるんですよね。家にソファーとか椅子座ってて映画とかドラマとか見るじゃないですか。やっぱりね、何か抱きたいんですよね。まこさんでもそういうこと思うんですか？やっぱりこうなんか欲しいんですよ。美容室とかでもよくクッションくれたりするじゃないですか、なんかお腹の上とか。あれすごい落ち着くなと思って。まあまあ大きめなんですけど、このクッションのおすすめレベルはマコログ 3.5 ぐらいですねそれはめちゃくちゃ高いですね。いやいや、めちゃくちゃではないんだけど、おすすめできるレベル。でも絶対後悔はしない。クッションなんか欲しいなと思った人はソファーの色とかに合わせて買うのはいいと思いますね。確かにこれいろんなカラーが売ってるみたいですね。そうですね、基本こういうのはもう全部色統一しないと僕嫌なんで。まこさん何色で統一してるんですか？基本うちは薄めのグレーで統一してるんで、カーテンとかソファーとか全部その色、観葉植物とか、まあ、テーブルとかそういうもの以外は基本的には他の色は置かないようにしてますね。これ僕一番この中で気になってたんですけど、このコヨーテっていう、これゲームですか？え、コヨーテ知らないんですか？え、ちょっと知らなかったです。よく生きてこれましたねそんなにですか？めちゃくちゃ面白いですよ。これこれは家に誰かが来た時にやるっていう。なんか僕、人が来るときそんなに仕事の話しないんですよ。するんだったら朝活とかランチとかでするんで、家に来たときはもうひたすらゲームするんですよ。だからうち結構古今東西のいろんなボードゲームとかカードゲームありますよ。めっちゃ意外でした。このコヨーテは、まあ、知ってる人に分かりやすく言うとインディアンポーカーなんですけど、インディアンポーカーって言っても分かんないと思うんで、簡単に言うとみんなで自分の番号は分からないカードを額につけて合計どのぐらいかっていうのを予測していって1人が負けるっていうゲームですね。結構ね、読み合いが発生するんですよね。でトークが面白いんで、人狼ゲームほどではないんですけど、いや俺はこうだと思うとか、そういう軽い駆け引きとランダム性が一定大きいんで、人狼ゲームとかって結構実力ゲーなんですよ。そうですよね、めっちゃくちゃ強い人いますよね。だから面白くないんですよ、強い人がいると。でルールよく分かってない人でも楽しめるっていう意味で来ようっていいですね。カードゲームのいいところってランダムな会話が起きやすいんですよね。お互いに顔を見合わせてやるっていうのはすごいんですよ。テレビゲームのダメなところはお互いの顔を見ないんですよ。画面しか見てないとランダムな会話とかちょっとした表情とかが全然見えないし起きないんで、だからこういうカードゲーム、ボードゲームっていうのはすごいいい遊びだと思いますね。すごい、なんかいや、まこさん遊んでんじゃないですかとか言おうと思ったんですけど、しっかりそこにも理由があったんですね。結局楽しく過ごすってことにストイックですよね。あのもう最後になるんですけど、ちょっと気になったのがソニーのサウンドバーみたいなすごい音響のやつを買ってて、これは何なんですか？これはテレビの音をめちゃめちゃ良くするスピーカーですね。これあのウーハーついてるんですごい響くんですよ、低音とか。まあそんなに変わるかと言われると、まあちょっと贅沢品だよねっていう感じのアイテムなんで、少しでもいい音で映画とか見たいっていう人はいいと思いますね。その下のこのテレビスタンド、めちゃくちゃおすすめです。これはそのサウンドバーをセットするためのアクセサリーみたいなものなんですけど、液晶テレビを置くためのウォールっていうシリーズのテレビ台があるんですよ。見た目が一番ネットで買えるものの中でかっこいい、スタイリッシュで、ちょっとだけやっぱ高いんですけど、白とウォールナットと黒かな、種類があって、テレビ台って結構邪魔になりやすいんですよね。これだと部屋が全然狭くならないんですよね。細くてスッキリしてるって感じなんですか？壁にぴったりつくんで、その台のところが下が空いて掃除もしやすいし、デッドスペースがもうほぼなくなるんで、コードとかも全部あの背中を通して入れられるんでごちゃごちゃしてないし、これ使うとすっきり置けるんでおすすめですね。この履歴見るだけでまこなり社長がどんな家に住んでるのかっていうのがなんとなく分かりました。いやいや、まだまだ僕の全貌は見えてないと思いますよ。ざっと購入履歴っていうところを覗き見させていただいたんですけど、覗き見してやろうって思ってたのにいい話が多くて、まあ、あまり自分のために高いものを買ったりとか嗜好品とかもそんなに買わないんで、みんなで使うとか誰かにあげるとかそういうものが多いですよね。ということで、まこなり社長購入履歴覗き見って感じだったんですけど、改めましてありがとうございました。ありがとうございました。CR25 の YouTube チャンネルでは
10分で学べて仕事や人生の活力になるようなインタビュー動画をお届けしています。今は情報が簡単に手に入る時代だからこそ、実際に行動できる人が強いと思ってます。行動すれば自分の可能性に気づいて視野が広がったり、失敗も必ず次につながる資産になります。 CR25 はそういう思いで、皆さんが一歩を踏み出すきっかけを提供したいと思っておりますので、自分の仕事や人生もっと楽しみたいという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。